ファーストゴールを挙げ、現役大学生 J リーガーながら新人最多得点に並ぶ13得点をマーク。今最も勢いのあるアタッカー、 FC 東京武藤義則22歳。そしてハギーレジャパン定着を狙う攻撃的サイドバック、左足からの正確なキックでチャンスを演出する太田浩介27歳。そんな大注目の2人がナベッチ FC 初登場。そう、武藤選手はね、はじめまして、はじめまして、武藤です、よろしくお願いします。高青年おぉ、背番号入り、ね、嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。これやっと着れる時が来ましたわお二人にご用意した今回のお鍋はこちら。嫌いなもんない、二人とも。僕、野菜が全然食べれなかったんですよ。おう、最近、この鍋を通して野菜を徐々に食べれるようになってきて。いや、ほんまはまだ苦手なんや。ほんとはちょっと苦手です。はい、余裕な鍋を前にしていや、鍋を得て成長させていただいたんですよ。どう、太田選手、玉海力のつくねはもう最高ですね。こんな褒めるって、太田選手。いや、もう先のこと考えてる吉本興業に入ったんでそうやねんな、はい、そうそうそう、吉本やねん。後輩ですよね。はい、お兄さんすごいんですよ。やべっちは二人を落ち着くように4つの質問を用意。二人には事前に答えていただいた。そこには日本代表の裏話やマル秘プライベートなど衝撃告白がたっぷり。さらに武藤選手の秘蔵映像も。まず一つ目の質問はこちらです、はい、アギーレジャパンに初選出されて緊張した。そうなんです。さあ、答えは、はい、じゃん、うん、武藤選手が非常に緊張した、うん、太田選手がやっと来たな。やっぱ緊張しましたか、武藤選手。緊張しました。まさか日本代表に選ばれるってことは思っていなかったんで、その今まで憧れだったその選手、半年前まで大学生で勉強してたんで、もうその選手たちとまず私生活を一緒にするっていうので緊張しましたね、サッカーっていうよりも。誰と一番喋ったとか。食事のテーブルで僕、まあ、若いから、はい、とにかく早く行こうと思って先ついてたんですよ。なるほどなるほど。そしたら後から長友選手だったり本田選手が同じテーブルに来てくれて、あ、よろしくなみたいな感じで、でも最初にもうそのお二方だから。そうか、もうテンパっちゃって、もうセリアコンビ全然ご飯食べれないんですよ。そう、最初の代表の時2キロぐらい痩せましたどんな話したんですか、その時。いきなり本田選手に、はい、とにかく早く海外出ることが大事だぞって。早くやっぱ海外の厳しいサッカーで経験しておくことは必要だからって、自分が行けると思ったらもうすぐ出て活躍しろっていうのを言われましたね。言われてやっぱりちょっと、はい、高ぶりましたね。高ぶりますよね、はいはい、やっぱ僕は、原口選手だったり香川選手が怪我で、まあ、来れなかったからその代わりという立場だったので、あ、結果しか求めてなかったです。自分が得点だったり、まあ、点に絡むこと、そのことに集中してました、ね、はい、普通のプレーをやってたら、絶対にもう次から呼んでもらえないと思ってたので。よく決めましたね、でもそういう場で入っちゃいましたね、はい、いや、あれはやっぱりインパクトありましたよ。印象に絶対残るゴールですよね。さあ、じゃあ太田選手、やっと来たな。はい、あの試合視察しに来ていただいた試合で、はい、まあ、多分自分なりにはいいパフォーマンスを出せたっていう自信はあったんで、もうやってやろうっていう気持ちでずっといっぱいでしたし、アギレ監督と会話したこととか覚えてますか。はい、代表合宿1日目があの試合の J リーグの試合の翌日だったんで、疲れを考慮したメニューで、サッカーテニスみたいなのやってたんですけど、僕と
アントラーズの西大吾、うん、あと酒井豪徳3人ペアで、うん、あとはキーパーチームだったんですよ、うん、で僕たち3人がキーパーチームに負けて、うん、でアギレさんがキーパーチームに負けんだったら、うん、あの1時間走ってろみたいなことを冗談で言っていや1時間きついでしょみたいなことを僕たちが言ってたら、うん、じゃあグラウンド一周でいいっつって、うん、みんながまだやってる中メディアの人たちの裏をこう一周しながらクールダウンしたっていう急に走らされてたら、はい、あ、なんか怒られたんかなあいつら罰走してんじゃねえかみたいな結構そのオンとオフの切り替えだったりとか楽しんでいいところはそうやって全力で楽しいいんだなとそういう雰囲気でやれるんだなと思いました。続いての質問です。お互いのことをどう思っている。やっぱ同じチームメイトでね先輩後輩なんで、はい、どう思ってるのか、うん、はい、こちらです、うん、じゃん、武藤選手、うん、太田選手に対して、誰よりもクロスがうまい、根は真面目、誰からも愛されるブラジリアンワックス笑いあ、まあまあ真面目っていうのは根は真面目ちょっと分かりました。こうやっておちゃらけてるじゃないですか結構、うん、面白いし、いや本当は照れへんと思う自分からとか食事あんま誘ってこないんですけど、なるほど、逆に後輩とかから僕とかが「康介君飯行きましょう」って言うと「うん、しょうがねえ行くか」みたいなすぐ連れてってくれるんですよ。だからもう心ではめちゃめちゃ嬉しい、めっちゃ言っちゃってめちゃガッツポーズします今日も誘われた誘われた踊ってやろうみたいなブラジリアンワックス気になるね、はい、うん、脱毛、脱毛ね、はい、これだから女性がやるもんですよね。男性もやってこうっていう新しい時代にやってきてると思うんで、うん、めっちゃ痛いんちゃう、ブラジリアンワックス本当に痛かったです一発でお前なくなるの。なんか塗って髪貼ってパッて持ってガムテープで抜くやつですよ。トゥルットゥルだ今トゥルットゥルですトゥルットゥル武藤選手は今どういう状態。トゥルットゥル大事なところはトゥルットゥル武藤選手は大事なところはトゥルットゥルこれダメだわ絶対ダメっすダメ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 何言ってんだろう今ちょっとエレキテル連合みたいになったよダメダメダメ太田選手から武藤選手5歳下なのにタメ口タメ口、うん、いや違いますよ。でもどんな会話の中でいやコウスケちょっと今日の飯代払っといてねえわないわねえわ怖っ今のツッコミちょうだいねえわ気になるのがダンスのキレがあるないわ何言ってんすかないわいいね武藤選手ツッコミこれがちょっと秘蔵映像っていうのがあるんでおもしよかったら見れる、はい、見てもらってもいいですか。うわっうわ最悪だあ、太田選手が撮ってくださったやつですよね、はい、うん、来たこれも撮るんじゃん。すごいすごい体筋肉すごい筋肉すげえなダメ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 出たエレキテル連合いいじゃないのダメよダメダメ普段はこんなお茶目な部分もあるっていうのでね、うん、絶対喜んでくれる。めっちゃ汗かいたやばいでも楽しそうにしてますもんねそうそうだからやっぱりやるときは思い切りがいいわプレースタイルと一緒でいきますよ。女ではその思い切りのいい武藤選手のスーパープレー集を見ていきましょう。まずは鋭い切り返しから豪快なシュート。この切り返しでもね全然よれてないですよね。そしてセレッソ戦での記念すべき J1 初ゴール。ワンタッチ目が、うん、これもうスピード乗ったら止められないですよね。もう PK しかないですからね。うん、柏戦ではゴールキーパーとの1対1冷静に決めました。キーパー見えてますよ ねちゃんと体勢見てのチャリンですからね、うん、こう、うん、キーパー飛び越えてちゃんと見えてますよ。3
先週の名古屋戦ではボールを奪うと持ち込んでかわして、これでいったもんね、持ち込んでいって持ち込んでいって体勢崩しながらの逆サイド、これはね相手トゥーリオなんですよ ね、その厳しいチェックにも倒れないんですよね、これよれてないブレてない言うことないですよ ね、そしてここからの逆サイドへのねこのサイドネットへのシュート、これは素晴らしい、うん、筋力が。続いて太田選手、左足の正確なクロスでここまで9アシストの活躍です。ピンポイントきれいですね、合ってますね、当てるだけやもんね、うん、さらに得意のフリーキック直接決めます。憧れるなこういう、優しい巻き巻きです ね、優しい巻き巻 き、はい、鋭く曲がるこのフリーキックは去年のヤベッチ FC アウォーズフリーキック賞にも輝きました。厳しい巻き巻きですよね、厳しい巻き巻き最後は武藤選手へのピンポイントクロス、相手が反応できないですもん ね、あそこはもう、うん、この2人の活躍は日本代表に新しい風巻き起こすかもしれません。本当ですよ。続いての質問はこちらです、はい、うん、同世代は意識する、さあ、はい、答えはこちらです、うん、武藤選手、うん、する、とにかく羨ましかった。武藤選手を同世代は、まあ、例えば宇佐美選手、そうですね、柴崎選手、はい、宮井選手もそうですね、うん、羨ましかった。そうですね、僕そういうアンダーの代表に一回も入ったことがなかったから、うん、アンダーで活躍している選手たちを見て、うん、羨ましいなと思ってましたね、うん、特に意識してる選手いますか、はい、同世代ガンバ大阪の宇佐美選手、宇佐美選手、はい、試合前に、うん、まあ、動画見るんですよサッカーの、はいはい、それが宇佐美選手の動画だったんですよ、場のドリブルのうまさっていうのは本当に飛び抜けてるんで、決定力もありますし、うん、その良さっていうのを頭に叩き込んで参考にさせていただいてます。会話を交わしたことありますか。バイエルンに、うん、その移籍する前にお会いしました、はい、どんなお会いしました世代だけど、どんな話したんですか。もう宇佐美選手がいるっていうのにテンション上がっちゃって、うん、一緒に写真とか撮ってもらっていいですかって書いて意外ですこれは、はい、さあそして太田選手、はい、意識しますよね。意識しますね、まあ、アンダー20ワールドユースの時に戦った仲間が特になんですけど、多分信じてもらえないですけど僕人見知りだったんですよすごい、うん、そうなんや。そうなんですか。アンダーの合宿とか行っても全然喋れなくて、うん、ちょっともう自分の中で変えた時期があるんやろうと、はい、まあ、ある程度 J1 で試合出れるようになってからはやっぱり負けてらんないなっていう、とにかく追いつこうっていう気持ちで、だからやっぱ意識するところでは代表ではやっぱり長友選手がね、はい、同じ左サイドなんで、そうですね、まあ、本当にスーパーな選手ですし、はい、まあ、でも僕は左利きでまた違った特徴を持ってると思うんで、そういう違いっていうのはやっぱ出していかなきゃいけないと思うし、そうですね、ムードメーカーっていうのもね、はい、そのポジションは、はい、続いての質問はアジアカップで印象に残るシーンについて。来年1月に開幕するアギーレジャパン初の公式戦アジアカップ、数々の激闘が生まれたこの大会の中から2人が印象に残っているシーンを挙げてもらった。太田選手、2004年アジアカップ準々決勝、そう、宮本さんが英語で出身にこううまい言い方したんやろな宮本さんが、変わったんですよ、これも神がかってた川口選手、止めた川口、まさに守護神、よし日本勝った、日本勝った、天皇がたまらんねんな武藤選手まだ記憶に新しいですけど、はい、選手ですね、本田から長友、いいボールが取った、チャンスになる、1対1、逆サイド入ってる、逆サイド入ってる、前田に追いついた、腕でそうロスタイムやって、上に飛び出せたボール落とした、危ない、危ない、シュート、危ない、切り返した日本、
外すよ外すよ、取れ、神がかってる、川島が止めた、よし取った、川島が止めた、どうだ止めた、日本やった、すごい鳥肌立ったんですけど、鳥肌立つね、これがって決勝、そうです、長友、長友入ってきた、フリーだ、綺麗、綺麗、森井シュートめちゃめちゃうまいですからね、うまいよねいやー止まんないですね、今見てもね、そしてそのアジアカップですよ、その前にこうホンジュラス戦待ってますけども、うん、出るだけじゃなくてやっぱ結果を残して、それが一番ですね、はい、監督からはとにかく勝ちに行く、うんうん、結果が全てだから勝ちに行くぞってことは、うん、熱く語っていただいたので、メンバーとして、うん、選んでいただけるように、はい、しっかり個人的にもアピールしていきたいなと思っています、うん、